どうもマセリカです。うわー大きい声出た。4月1日の深夜0時になったのでログインを今したとこなんですけど、え、 BGM やばくない？想像と全然違う。ちょっとファンキーなロックみたいな音楽かかってますけど、あ、来た来た。エイプリルフールイベント開催、4月1日0時から。今回のエイプリルフールは、ちょっと待った、実際の人を元にスキンを制作、怖っ。制作期間はおよそ3日間、あ、短かったのかな。開発期間が足らなかったので顔はドット絵で完成。なに、ちょっと慌てちゃった感じ。スキンショップにはリケちゃんスキンも登場。 3D スキン実装記念で青瀬に3000枚を付与します。実際の人を元にっていう 3D ってことどういうこと。なんかミカ浮いてるけど、なんだなんだ。チャレンジクリアして限定スキン、やっぱチャレンジなんですね。1日限定の、今日はこれしか使えない。はい、エイプリルフール特典、青チケ3000枚青チケ青ゼリ3000枚で合ってますね。うわー、ちょっと待ったマジこれヒロシ、自動的ヒロシになってますけど、わ、人だこれ。わ、ヒロシしか使えない。待った、チャレンジがある。 3D チャレンジ、あ、ヒロシでプレイ、たけし、ガタガタしてるねさ人だわ、怖っ。どういうこと？実写をスキンにして 3D ってことが、なんですか？タクロウちょっと腕組んでる。ねえ俺がみんなを守る。ワードはいいんだよな。待って、ミカ。あ、ミカ、ハイソックスね。タクロウかっこいい。ちょっとミカかわいいな。スタイルいいですね。これで 3D というお話なんですね。まあ、粘土とあんま変わんない感じ？まあ、それぞれ青逃げ。何回青逃げすんのこれ。青逃げして、すべてのチャレンジ。わー、そういうこと？ちょっとね、マップも 3D の可能性があるので、うわ、行きたいと思います。なんだこれ、青青にやばくない？ちょっと紫表現しようと思ったら地盤に、えなんか見たことあるな。わ、見たことあるな。レディーゴーも見たことある。ちょっと粘土版のマップになって、なんだこれ、石像なんこれ。うわわわわわわ、ちょっとなんか見たことないレルけど、これ石像だ。待って、 BGM すごいね。 BGM はかっこいいんだよな。わわわ、あ、ちょっとミカかわいい。あれ見たことあるんですが、こうやってこれ 3D マップは 2D 2D というか、まあ平面ですね。なんだ、なんかさ、めっちゃ怖いの想像したよね、したよねただ時間が足らなかったのかな。なんか正直に顔は無理でしたみたいな顔がなんかちょっとあれだね、マイクライズ。うわ、倒れてる、怖っ。たけし、あ、ちょっと青にいる。これ石像ね、宝箱もすごいんだけど、ちょっと何が起きた、忙しかったのかな。 4.5 周年で気づいたらやばい、もうエイプリルフールだみたいな。今年は 3D で行こうと決めてたにもかかわらずっていう、ちょっと間に合わなかった的な感じ。マップはね、去年のね、怖っ。猫、ね、何、なんか違う人いるんだけど、石像が倒れてんのかな。え、何これ。ケーキもね、散りばめてある。ちょっと倒れてんの、ちょっとなんか事件現場みたいでやばいな粘土よりもリアルっていうことで 3D、 まあ 3D か、人だからね。え、青鬼がやばい、青鬼がやばい。あ、待ってね、完成鬼だからちょっと遊んでるタイプの人かな。やば、うわ、顔、手、軍手かな、紫の、怖っ、でか怖いな。ねえねえ、このなんかグレーの人何、めっちゃ怖いんだけど、何、こんなのいた？動いた。なんだなんだあれ、なんかちょっと前傾姿勢で怖いんだけど、何これ、なんか書いてあんのね。あ、回ってるわ、回ってる正面もやばいな、細っ。いや、本物来た、え、ババババ本物来た、びっくりした。ねえ、ちょっと分かりづらいわ。ちょ、姿勢はいいね。なんか前傾姿勢のグレーの人、何あれ、ミカかわいい手がね、なんか前傾のさ、気持ち悪いのいるんだけど、この4人以外で、あ、石像やる、やる？いる？ちょっと回りたそうだね。誰だろうな。やっちゃう？いらないか別に。やってみる？ごめんね、違ったらごめん。なんか回してほしそうだったから。顔に出たよ、出てるよ。えい、どう？ゆっくり回る。姿勢がいいんだよな。ね、怖って、これが 3D か全然。あ、ごめん。おっしゃだ。ごめんね。想像と違うわ。
だしたら怒られる。待って待ってやばい、手がやばい、どうしたどうしたどうした、一番やばいよこれ。ねえねえねえ、知らんのが2ついる、グレーのとこれふわってやばいって。あ、ロッカーあった、ロッカーあった、これロッカー、やば、うわふわっていだわ、一番やばいんじゃないこれ。足だもん、足と手がさ耳から入る。ねえやばいわ、笑うってよりちょっとまだ気持ち悪さがあれですけどなんか怖いよふわって。今までね見たアムリの中で一番やばいのこれ。ねえやば、あと2人どうする、もうどうするなんかアムリゲってあったっけ、どっちがなんか分からんけど、ガスマスク使っちゃった、ね、ふわってやばいわ、あれはやばいちょっともう笑わせに来てる。あ、アムリゲしまして、ありがとうございます。アムリゲ見たことあるね、これも。はい、最後の1人でした待ってよ待ってよ、あ、ペット反映されず、了解です。なんかわかんないけど気持ち悪かったな、なんか BGM すごいわ。はい、たけしを入手できまして、青逃げね、一回青逃げね、え、スキンチェンジ怖っスキンチェンジ怖いって、一回青逃げね、スキンチェンジなんの、そうなの、なんかもう一回青逃げあるけど、まあいいか、よくわかんないけど、ちょっとあれかなあれ、なんか石像が足りんたけしでもやってみて、うわやばー、これなんだっけこれ、なんか前鏡になっててめっちゃ怖いんだけど、もう一応たけしでやるとタクロがもらえて、タクロでやるとミカがもらえてみたいな感じなんで、青逃げを狙いつつみたいな感じだと思います。通常マップもあるんですね、さっきの粘土版マップだけじゃなくて、今日はいろんなマップがねえ、 3D ってあのポップアップと全然違うやん、怖っ。いや、青鬼の音も怖いわちょっと楽しいけどね、やべ、レア鬼出たよ、まさかの、うわぁ、うにょ、横ふわって出たよ、ここで、やばいよ、動きはやっぱふわってなんだね、え、待って、やばい、このさ、もうやばいよ、なんて言っていいかわからない、もうやばいよ、とにかくあぁ、怖い怖い、こうやってやばいやばいね、誰が考えたのこれ、さあ忙しかった的な感じだと思うんでね、ねしっかり気持ち悪いわ、ちゃんとちゃんと気持ち悪い、まあ、1日限定なんでね、あれなんですけど、これいつかさ復刻とか青の塔とかで、わえ、青逃げしたこれ、してるした、たけしで青逃げ、はいはい、なんか一応たけしでプレイして青逃げもできたので、これでまたスキンチェンジなるんじゃんよくわからんけど、ちょっとね、あとできるだけどんどんやっていこうと思います。ちょっとね、いろんなモードを若干覗きに行きたくて、人狼もやってみようと思うんですけど、どうなるかですよね、青鬼にあれになるのかっていうあとはチャレンジのカウントがどうなるか、うわ人狼やん、ちょっと待った、めっちゃ苦手うわー、やるか、でも青鬼になれる可能性があるんでね、はい、タクロで行きます。ちょっとね、やってるふりしながら鬼になってみたいと思いますが、あとはチャレンジのカウントがタクロで一回青逃げとかに入るのかどうかですね。いや、そろそろ一回変身したいんですが、あ、行ってみる？行くよ、なったなったなっためっちゃ逃げられてる、待て待て待て、あ、無理だ、身を潜める、ちっちゃなりましたね、一応あれになりました。もうね、ちょっとみんな上手いんで、ここで待機して最後青鬼になってギャーっとして終わりたいと思います。はい、7個空いたんで、みんながここに集まるであろうと踏んで鬼になりたいと思います。来る？やろやろ、行くよ、やっ、の？なんだこれ、敗北だってギリギリで投票されたのかな、負けとるやん、うん、なんか勝ったか負けたか分かんない、負けですね、はい。あ、人狼は卓郎でプレイにはカウントされずですね、青逃げにもカウントされずっぽいです。そうです、スキンショップになんかニケちゃんが、これか、ニケちゃんか、全然結びつかなかった、え、気持ち悪っ、つか課金なんですねニケちゃん課金、いや、ちょっとうわー、ちょっとね、前のめりとか前鏡になってて、こんなね、気持ち悪かったな、ちょっとごめんなさい、多分課金しないタイプだと思います。うわ、これか、謎が解けた。はい、ちょっと青逃げ5も覗きに来ました。一応スキンはみんなこんななっちゃうんで、登場する青鬼も多分 3D だと思いますが、確認して、あとはチャレンジのね、カウントがどうなるかっていうのも見たいと思います。出ましたね。やっぱこの人かな？この鬼が3体出るのかなっていう
感じかな。一応全モード遊べそうな感じですね。やばいやばい、2人いる、気持ち悪い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 。誰ですかこれ考えたら。あ、待って、間に合わないかもしれない。ねえ、ごめん。あー、ごめんなさい、間に合わなかった。ごめんね。よし、じゃあもう出よう。あ、もうみんなやってる。はい、ありがとうございます。オッケー、出ます。この3人ですね。はい。鬼も一応 3D になってたっていう感じですね。あ、チャレンジカウントありますね。青逃げ5。一回プレイと青逃げもカウントになってる感じですね。あ、じゃあもう、青逃げ難しい人はスキンチェンジした。青逃げ5で遊ぶのも、これ全部ね、あと青逃げきつかった人は、青逃げ5でいけそうな感じですね。よし。なるほど、わかりました。よし、じゃあ最後ミカに着替えて、ガチバトルだけ覗きに行こうかなと思います。一応ここは BGM はこれですけど、なんかあれですね、いつも通りちょっとね激弱なんで名前変えてます。ガチバトルの時はいつもちょっと覗きたいと思います。あ、一緒か、これは変わらずですね。じゃあガチバトルはガチバトルで普通に遊べる感じね。すごいわすごいわ、もう鬼が多い。一気に穴感染する、やばいじゃん。うわ、出た混乱。え、でも私も魔王に避けきれない。よし、来た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 。よし、ちょっとここで、もう、いや、むずいわ、普通だったわ。普通にガチバトルになっちゃってる。ねえ、混乱しか出ない。待って、無理だって、ねえ。あー、終わる。ねえ、周りが多いよ。はい、終わりました、ガチャバトル。ねえ、もうやば。ということで、ガチャバトルは何にもカウントがなかったので、やっぱ有効なのは、青逃げ普通にするか、青逃げ5で遊ぶと、両方ともカウントが入る感じでしたね。はい、1日限定なのでね、これをちょっとやんなきゃいけないということで、あとミカでやったら終わりかな、という感じです。ここさ、なんて書いてあるのかなと思って、3D モード、2023 3D モード、なんかここ書いてあるんだよね。O-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 N。なんて書いてあるのかな、イング、モード、イング、5000。500N。なんだこれ。なんか書いてあるんですよね。やばい、ふわてやるちょっとマップ見ます。感染してマップ見ます。え ?2023、3D、モード、カミングスーン。え、出た。3D モードが。搭載されるということの予告でいいですか、これは。本当は今回やりたかったけど間に合わなかった的な感じで、本格的なモードで 3D モードが今後青鬼オンラインにやってくるっていう、これは運営さんからのメッセージと読んでいいんでしょうか。来るよ、本当の 3D が。でも期待しない方がいいかな。ただあのポップアップはあれでなんか意味があると思うので、あの綺麗なやつ、もう少し経てば新しいモードが来るということで把握しておきます。期待する、勝手に。なるほど、そういうことでじゃない、違うのかな。はい、ありがとうございます。はい、ということで一応全部チャレンジ終わったので受け取りをして、最後5000青銭にいただきたいと思います。はい、ありがとうございます。ちょっと不思議な 3D 感が味わえる1日限定のイベントなので、ぜひ遊んでもらえたらと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。ミカが可愛いかな、なんかね。はい。ということで、3D 面白いねと思った方、よかったら高評価、チャンネル登録などなどよろしくお願いします。そして、前回の動画まだ見てない方、ぜひ最後にちょっとお知らせがありますので、見ていただけたらと思います。ということで、4月1日から若干新しくなってますので、合わせて見届けていただけたらと思いますので、これからもよろしくお願いします。それではまた、バイバーイ。